リチャード・ヤングはアメリカの男性プロレスラー。リチャード・オルティスのリングネームで現在はインディー団体を中心に活動している。プロレスラーとして活動する以前は XFL、NFL、CFL、AFL といった団体で活躍したアメリカンフットボール選手であった。大学時代には22ゲームにラインバッカーとして参加177タックルをしている。卒業後に NFL のカンザスシティチーフスのトレーニングキャンプに参加、シーズン中を練習チームで訓練を受けていた。翌年に CFL へ移りサスカチュアンラフライダーズでプレーをしている。2000年から2001年は AFL に移りミルウォーキームスタングでフルバック、ラインバッカーのポジションでプレーをしていた。AFL から離れると XFL のオーランドレイジに参加するが、 XFL は不評によりすぐに消滅している。XFL 消滅後は、ジャクソンビル・ジャガーズのトレーニングキャンプに参加するが、選手に選ばれず、2002年に AFL に復帰して、インディアナ・ファイアーバーズに参加している。2年間インディアナ・ファイアーバーズで過ごし、2004年にコロラドクラッシュで2年間活動した2006年に引退をしている。 2006年後半にアトラス・ダボーンのリングネームで WWE の下部組織のオーベでデビューしている。ダボーンはマネージャーにアシュリー・マッサールを加えるとメインロスターとして期待されるようになった。2008年1月にマイク・ケルエルに勝利してオーベタイトルナンバーワンコンテンダーになるが3月に膝の人体帯を切断してしまう。4月に FCW に復帰している。 7月になると ECW にアトラス・オルティスのリングネームでデビュー、デビュー戦でアルマンド・エストラーダから勝利を収めている。翌週にタズとマイク・アダムルからリッキー・オルティスと呼ばれるようになり、そのまま改名している。7月にラテン・アサシンのニックネームをもらっている。その後はチャボ・ゲレロ・ヤ・バン・ニーリーと対戦し、無敗を誇っていた。10月にはコフィ・キングストン、 CM パンク、エヴァン・ボーンと組み、ジョン・モリソン、コーディローです。テッド・デビアス、ザ・ミズと対戦するが負けてしまい、ECW デビューからの無敗記録が途切れてしまう。11月には、ジャック・スワガーにピンフォールを奪われてしまい、シングルの無敗記録も終了してしまう。2009年4月になると、ドラフトで、スマックダウンに移籍をする。月に、オルティスは、ヒールターンし、デビュー戦で、 ジェフ・ハーディと対戦するが負けてしまう。8月にグレート・カリとスカッシュマッチを行った翌日に WWE から解雇されている。WWE から解雇された翌週にはカルロス・コロン主催の WWC にリングネームを変えずにそのまま参戦している。WWC のデビュー戦でシェーン・スウェルの持つ WWC プエルトリコヘビー級王座に挑戦を するが獲得に失敗、試合後にスーエルに突っかかっている。2010年初頭にコンバットチャンピオンシップレスリングに参戦、ショーン・スピアーズとシン・ボーディーと対戦をしている。また、フロリダに拠点多く、アイビリーブ・イン・レスリングやワウィにも参戦するようになった。2011年1月にヴィンテージ・プロレスリングにスコット・ホールと共に参戦、ウルフ・パックのテーマ曲で入場している。 6月上旬にヒップホップとレスリングがコラボしたアーバンレスリングフェデレーションに参加することが発表され、旗揚げ戦となるファーストブラッドに登場している。2015年7月、元 WWED 馬のオレーラと婚約した。ありがとうございます。